タル岩石という若い方は知らない人もいるかもわかんないですけど、コンビを組んで。先輩、これ僕のチャンネルなら頼みなしてんの。世代が一緒で、だから明日楽しみですね。そう、明日矢沢永吉。いや出てこないあいる結構、ね、でも僕の持論で言うと、はい、そう一発当てた人ってまた違うジャンルで一発当てるんですよ。だから今チャンネルやられてるじゃないですか。はいはいはい。本当にね、まあまあ自分でも分かっていらっしゃると思いますけど、一発バチンともう一発いくと思います。だってね、当たってますよね。だから違う角度からやってるからやっぱ頭いいなと思って。ちなみにチャンネル登録者数でいうと今5万6万ぐらい、7万3000。だからでうちが700人いましたっけ、1000人ぐらい。何やってんすか。だから中卒の割りが頭いいな。中卒の割りが頭いいなと思って。そうなんですよ。あと11年間ブランクあったの強いですよね。そうそう、あの知らない人たちなんでまた一からやれてるんですよ YouTube は。そこはすごい。そう、あの、あ、変な、あの、なんだろう、先入観なく見てくれるんで、若い子たちは、うん、俺の知り合いの、あの、根土さんなんか、もう YouTuber なんですよ、はい、登録者数11人ですからね。全然整ってないじゃないですか。何ですか、生きてないか、はい、全然整ってない。それぐらい厳しい YouTube 界、まあ、芸能界も厳しいですけどね、うん、新しいジャンルができてくる YouTuber。 でも自分はもう YouTube に詳しい人の意見を 100% 取り入れてやってますよ。自分はねえじゃない。自分はねえじゃねえかよ。そんな言えないっすわ、そんな。自分ねえじゃねえかよ。それどうなんですか、それは。もっと出していきましょうよ。もうちょっと味付けするだけで。昔からなんかちょっと一歩引く感じの。そうなの。そう。一歩引く感じで喋んない、なんかあったら出ていく感じのなんかちょっとずるいというか、なんかもうそういう性格ですよね。でもほら、誰しも夢じゃないですか、楽して稼ぎたいって夢じゃないですか。なんかそれをそれ夢ですよ。そんな奴はいないです。それはやってるのは小じきだけです。そうなんです。ただ見えないところで努力はしてんです。アヒルだ。そうっす、あの水面下ではもう一生懸命動いてるんですけど。でも無理だと思いますよ、そんなもう今の時代楽しちゃダメですね。なんかもうそういう感じの人にしか見えないですけどね。なんかそういう感じ、俺は楽で。いや、なんかそういう感じに見えますよ。俺は一緒です、僕はもう楽していきたいんですよ。そうでしょ。いろんなものをもうさばいて、さばいてさばいて、いろんなものですよ。でもそれ分かりますよね。でも時代っていうのはやっぱ変わってきますから。いやでも結局楽したいと思ってんですけど、結局人よりなんだかんだ苦労してます。いや今の時代はやっぱ不景気だから、日本って本当に不景気じゃないですか。なんか急に、ま、真面目な話。真面目です。そろそろ閉めますか。閉めなくていい、今閉めなくていい、今使わなくていい、これから閉めなくていい。まあね、不景気といえどやっぱ日本ってやっぱすごく恵まれてるんですよ。そらそうです。家もある、飯も食える、はい、でこんなご飯も食べれる、すごくあのやっぱりもう、まあ、多分世界各国行かれたんで分かると思いますけど、はい、もう本当に貧しい、貧しい、何が貧しいか僕は分かりません、実は。心じゃないですか、貧しい。日本人の今、心貧しくないですか。そうですね。こうなってくると、またものすごいいい話になりますよ。だから全部カットする。いいです。お金があっても貧しい人は貧しいんです。お金がなくても、心が満たされてる人って幸せなんですよね。そう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 。でも、本人が幸せだと思ったら幸せなんですかね。どうなんですか。いや本人が幸せだと思ったら幸せだと思います。今幸せですか。ちなみに今んとこはまあ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 幸せだと思います。あのただもう9大点じゃないですか、うん、俺みたいなやつが不幸せって言ったら多分普通の人は多分ものすごい不幸せだと思いますね。あだって朝6時に起きて満員電車乗ってもこんなになって。いやいやでもそれ分かります。俺サラリーマンやったんですよ、7年ぐらい。でもつらかったんですよ。超しんどかったです。森脇さんはそうでしょ、うん、でもそれで大きいとする人がいるわけですよ、うん、その人は幸せかも分かんない。でも俺もつらいし、価値観なんですよね、うん、いやでも本当そうだから、だからさっきも小敷の話出ましたけど、小敷も幸せなやつがいるんですよ、うん、でもまあ、マイケル・ジャクソンさんが死ぬ時に言った言葉は、さん付けする人いないですけど、死ぬ時に、死ぬ間際ですね、何週間前か1週間前、もう辛かったって言ったんですって、
だってコンビニも行けないんですよ。買い物も行けないんですよ。風俗も行けないんですよ。そっくりさんってことにしたらよかったんですよね。まあ冷たかったって言ってた。でもずーっとお金は、お金はもう使っても湯水のように出てくんですって。だけど何の自由もない、もう何の自由もない、もう幸せなかったなって。でも一時期ブレイクした時はそうだったんでしょ。僕ですか。その時はやっぱり経験しないから面白いなと思ってましたよ。あ、その時は僕はね。あ、そうでした。もうわけ分かってないから、こっちはもう周りがわーって、そうだったじゃないですか。まあ、バーッと出て行けありましたよ ね、出て行けっつって、もう100万人の人がいるわけじゃないですか。で歌わされてギャーってなってるわけですよ。インドのもうなんか個人の周りでなんかもうぐだ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 やってる時に、もう次の日にはもう武道館だったりするわけですよ。まあそう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 ね。いやだからブレイクはだからもう二度としたくないなって思って分かる、晴れるから俺も分かるでしょ。俺がずっと安定した。そうだ、それ大丈夫ですか。